ちょっとしたメッセージでバンされてしまうとかあるので、まあ、メルマガがやっぱりおすすめなのかなと、また僕はそこに戻ってきている状態です。でネット企業をするにはということで、会社勤めならということですね。会社勤めの人、あとカウンセラーでネット企業をしたいと。カウンセラーって呼ばれる人、スキルを提供できる人意外と多いんですよね。なので、カウンセラーっていうのはこれからもっと求められていくと思います。もちろんジャンルによるんですけども、少なくともですね、高齢者が増えてきて、人の話を聞いてほしい、人にですね話を聞いてほしいとかっていうニーズ自体ももうもちろん増えていきます。ですので、そこでですね、やっぱりあなたの、個性とかですね、今まで学んだスキル、技術をですね、活かせる場所っていうのがどんどん増えてくると思いますので、カウンセラー、そしてこれは海外移住の、ご希望の方からなんですね。セブンに移住したいって方なんですけども、やっぱり海外にいてもネットさえあればできるってことですよね。対面でなくてもいい、そして物を売らなくていい、送らなくていいものをですね、もちろん PDF とか動画